男系男子支持派の麻生太郎氏、新たな動きを見せ始める。愛子内親王殿下の成年を機に、次期天皇は愛子内親王殿下にという声が徐々に大きくなってきています。しかし愛子天皇の実現には多くの課題を克服しなければなりません。今回は麻生太郎氏の発言と愛子内親王殿下の魅力的なお姿についてお伝えします。1875年、明治天皇は立憲政体樹立の御事典を発布されました。この立憲政体樹立の御事典の発布に先立ち、全国各地で憲法案が提出されていたようです。そしてこの議論の中で提案された憲法案には、女性天皇を容認するというものが数多く含まれていました。しかし女性天皇反対派は、女性天皇が結婚し配偶者を迎えた場合、夫が妻である天皇に意見するなど政治に介入する恐れがあると主張したのです。これに対し賛成派は、夫が政治に関与できないような憲法を制定すればよいと反論しましたが、反対派は、元来男尊女卑の傾向が強い日本では、女性が天皇になると夫が天皇より上位に見えてしまうと主張しました。しかし賛成派は、男尊女卑の傾向があることは認めるが、それは一般国民の場合である、故に皇室に同様のことを適用するのは適切ではないと反論したのです。なお明治時代の女性天皇賛成派は8名で、反対派も8名でした。明治という遠い昔に行われた議論の中でも、女性天皇に賛同する人が多かったという事実を知る人は現代ではそう多くないでしょう。また1882年、伊藤博文は諸外国の憲法を調査するためヨーロッパを訪れています。その際、伊藤博文はローレンツ・フォンシュタインから、皇位継承は極めて重要な問題である、また皇位継承に関する規定が明確でないと国家の安定が脅かされる、そのため皇位継承の順序は明確に定められていなければならないという教えを受けました。さらにシュタインは、皇位継承に最も重要なのは血統であり、長子の男子が最も望ましい形である、ただし長子の男子がいない場合は長子の女子でも可能であると助言し、伊藤博文もその考えを受け入れ、翌1883年に日本へ帰国しました。そして伊藤博文は憲法と皇室典範の起草に取り掛かりますが、これらの法令の策定には多大な苦心を要したようです。そのような苦悩の末、伊藤博文は男系男子を原則とするが、やむを得ない場合は女系も継承可能と決定したのです。また1886年頃に公表された皇室典範草案には、女系による天皇即位も可能であると明記されています。血統が重要であるならば、天皇陛下の御子である愛子内親王殿下こそが次期天皇にふさわしいのではないでしょうか。過去にはその時々の社会情勢に応じて憲法や皇室典範が改正されてきました。それを考慮すると、まさに現在こそが皇室典範を改正する好機であると言えるでしょう。また国民は時代に即した結論を政府が提示することを期待しています。男女平等やジェンダー平等を掲げる現代日本において、次期天皇は天皇陛下の長子である愛子内親王殿下が即位することが適切ではないでしょうか。しかしかつて女性天皇支持派だった伊藤博文の見解に異議を唱えたのが、当時法制官僚であった井上小足でした。井上小足は、女性天皇を認めることはできない、天皇位には男系男子のみが即位すべきであると強く主張し続けたのです。そして伊藤博文は意外にもこの意見を素直に受け入れました。その背景には、ヨーロッパで学んだ制度を取り入れたいが、それは現在の日本に適しているのだろうかという疑問があったため、井上小足の意見を受け入れたと言われています。しかし根本的には、皇室と政治が混同されてはならないという強い信念を持っていたとのことです。そして伊藤博文は、世の中のものは時代とともに全て変化していく、移り変わっていくものなのだと語っていたと伝えられています。伊藤博文の考えを現代に適用するならば、今の時代に即した皇位継承のあり方に変革していく必要があるということでしょう。
また、国民の間では、安定的な皇位継承のあり方に関する検討組織の代表に、自民党の麻生太郎副総裁が就任したことが話題となっています。有識者会議で提示された2つの案についての議論が、国会に委ねられたのは、記憶に新しいことであり、皆様も覚えていらっしゃるのではないでしょうか。自民党幹事長は、今後の議論に関しては、全面的に麻生氏に一任します。と述べており、多くの人々が日本の将来に暗い影を感じました。なぜなら麻生氏は男系男子支持派として知られており、その麻生氏が検討組織のトップに就任したことで、愛子内親王殿下の天皇即位は困難になるのではないかと懸念されたからです。しかし現在、検討組織に麻生氏がトップとして就任したことは、必ずしも悲観的な状況ではないという見方が出てきています。その理由は、友人親王妃、信子様の存在にあります。麻生氏と妹である信子様は、当然ながら連絡を取り合うこともあるでしょう。そして、皇室の内情についても、話題に上がる可能性があります。そのため、信子様のご意見が、皇位継承対策に影響を及ぼしている可能性があると指摘されているのです。また、宮内庁担当記者は、麻生氏が検討組織の代表に就任した同日、信子様が歌会始めの儀において、成年を迎えられた愛子内親王殿下のお姿を称える歌を詠まれました。このような信子様のご行動は、少なからず麻生氏にも影響を与えているはずです、と語っています。また、ある皇室ジャーナリストは、このような多くの人々が参列する儀式で、他家のお子様の歌を詠むことは、極めて異例なことです。皇族の数が減少し続けている現在、近い将来皇族がいなくなる可能性があるという現状を、皇室の方々も懸念されています。そのような状況下で成年を迎えられた、愛子内親王殿下への期待の念が、歌に現れたのです。と述べています。果たして麻生氏は、妹である信子様のお気持ちを汲み取るのか、それとも、男系男子という主張を貫くのか注目されます。ただ、あの麻生氏が妹の意見に耳を傾けることがあるのか、疑問を感じざるを得ません。また、これからの日本の将来を左右する重要な決定を、男尊女卑の時代を生きてきた80歳を超える人物に委ねるのは適切なのかという疑問も浮かびます。そして、国民からは、秋篠宮家は正当な皇族ではない。それにもかかわらず、秋篠宮家に皇統を移そうとするのか。皇位継承は天皇の寵子が自然であり、当然のことだ。愛子内親王殿下の資質は申し分ない。天皇皇后両陛下と愛子内親王殿下こそが日本の正当な皇族であり、君主にふさわしい方々である。秋篠宮家は過去から現在に至るまで様々な不適切な行為を重ねてきた。そのため国民の信頼を失っている。それゆえ、日本と日本国民統合の象徴である、天皇の地位に就くことは不可能だ、といった意見が寄せられています。また、愛子内親王殿下は、日本国民のみならず、世界中の人々から支持を集めています。ご自身の立場を十分に理解され、適切な振る舞いをなさっている、愛子内親王殿下だからこそ、人気を博しているのでしょう。また、愛子内親王殿下の持つ貴品については、多くの人々から、称賛の声が上がっています。運命を味方につける、プリンセスマナーの著者である、マナーコンサルタントの西出ひろ子さんは、貴品ある人の特徴は、5つ挙げられます。第一に、目が微笑んでいることです。笑顔と微笑みには、微妙な違いがあり、笑顔は、口を大きく開けて笑うのに対し、微笑みは、口を閉じたまま目で表現します。そのため、気品のある人は、目で微笑んでいます。また目が微笑んでいるのは、心から微笑んでいる証でもあります。作為的ではない、心からの微笑みは、自然と口角が上がり、気品を醸し出します。次に気品ある人の特徴として挙げられるのは、相手を第一に考える心を持っていることです。気品のある人は、自分よりも周囲を優先する心を持っているため、常に自然に周囲に気を配り、思いやりのある行動をとることができます。気品ある人の特徴の3つ目は、体の動きがしなやかであることです。気品のある人は姿勢が良く、指や足の先まで美しく揃えていますが、実は姿勢だけでなく、指の動かし方や歩き方も優美です。
このような動作には硬さがなく自然なしなやかさが備わっています。気品ある人の特徴の4つ目は、言葉に思いやりがあり聞き上手であることです。気品のある人は丁寧な言葉遣いでお話になり、決してネガティブな言葉や悪口を口にしません。また自分よりも相手を優先するため、相手の話をよく聞き、相手を思いやる言葉を自然とかけることができます。そして最後に、気品ある人の特徴として挙げられるのは、頑固さとは異なる凛とした考えを持っていることです。気品のある人は常に平常心を保ち非常に穏やかですが、そのような中にも確固たる信念や凛とした生き方という姿勢を持っています。これは単なる頑固さとは異なるものですと解説しています。これらの特徴を見ていくと、多くの皇族の方々から感じ取れる気品や品格について納得できる点が多いのではないでしょうか。特に愛子内親王殿下に当てはめると、微笑みに関して愛子内親王殿下の笑顔が目元で微笑んでいらっしゃるのは明らかです。また相手を第一に考える心を持っているという点については、愛子内親王殿下が記者の質問にお答えになる際など、国民に大きな出来事があった場合には、まずお答えする前にと、国民に起きた出来事についてお気持ちを寄せるお言葉を述べられてから記者の質問に回答されています。このようなことから、愛子内親王殿下が常に国民を第一に考えていらっしゃることが伺えます。次に、体の動きがしなやかという点について、西出さんは姿勢や動作の硬さについて言及されていますが、愛子内親王殿下は猫背であるとか体の動きに不自然さがあるなどということはなく、凛とした佇まいに思いやりがあり聞き上手という点では、気品のある人は丁寧な言葉遣いでお話になり、決してネガティブな言葉や悪口を口にしませんとされています。この点に関して、普段の愛子内親王殿下の言葉遣いやご自身のお答えが他の方々に影響を与える可能性があるとお考えになった際には、差し控えさせていただきたいと存じますとおっしゃるなど、思いやりのお心が感じられます。批判的な見方をする人からは回答を避けているなどと言われることもありますが、愛子内親王殿下はお言葉一つ一つが大きな影響力を持つことをご理解されているからこその配慮に満ちたご回答なのです。このようなことから、言葉に思いやりがあるという特徴がよく当てはまると言えるでしょう。そして頑固さとは異なる凛とした考えを持っている点については、愛子内親王殿下は天皇皇后両陛下から国民に寄り添うという精神を受け継がれており、その点において揺るぎない決意を感じ取ることができ、これも該当すると言えます。もちろんこれらが気品のすべてを表すものではないかもしれませんが、一つの見方として愛子内親王殿下の持つ気品を語る上で欠かせない要素であることは間違いありません。また愛子内親王殿下の気品については、生まれながらに備わっていたや成長とともに身につけられたなど、様々な意見を耳にします。いずれにしても愛子内親王殿下の持つ品格は他の皇族の方々に全く引けを取らないものだと言えるでしょう。ケニア大統領ご夫妻をお迎えした宮中御参会でお見せになった愛子内親王殿下の笑顔は、気品のある人は目で微笑んでいますという言葉通り、心からの微笑みをたたえていらっしゃいました。また相手を第一に考えるお心遣いの表れとして、スワヒリ語でご挨拶をなさっており、海外からの賓客をお迎えするにあたって綿密なご準備をされていることが伺えます。過去の青年会見において、愛子内親王殿下は、皇室は国民の幸福を常に願い、国民と喜びや苦しみを分かち合いながら責務を果たすことが基本であると私は考えております、そして最も大切にすべき精神であると私は認識しておりますとおっしゃっており、国民への深い思いやりに溢れていることが感じられます。また大学をご卒業された際に行われた宮内庁記者会からの質問に対するお答えの中には、ご質問にお答えする前に、今年1月1日に発生した能登半島地震で多くの方々が犠牲となられたこと、そして現在も9000人を超える方々が避難生活を強いられていることに心を痛めておりますとおっしゃり、国民のことを最優先に考え寄り添う姿勢を示されました。この謙虚で
国民思いのご姿勢とご発言を見て、愛子内親王殿下の素晴らしいご成長の様子に驚いた国民も多かったことでしょう。さらに愛子内親王殿下は、振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の流行と時を同じくして始まった大学生活であり、これまでに経験したことのないオンライン授業やインターネットを介した課題の提出など多くの困難がありました。当初は操作方法もわからず、不慣れな手つきで恐る恐る画面を開き、授業を受けていたことが懐かしく思い出されます。また、教職員の方々にとっても初めての試みであり、多くのご苦労があったことと思いますが、皆様のご尽力により、自宅で学習できる環境を整えていただいたことに、深く感謝しております。そして、感染症の流行が次第に沈静化してきた中で、4年次からは大学のキャンパスに通えるようになり、教員や他の学生の方々と教室で同じ空間や時間を共有しながら、授業を受けること、授業で出された課題に取り組むため、休憩時間に図書館や研究室で調べ物をすること、そして友人たちと直接交流することが可能になりました。この変化を経験し、以前は当たり前だと思っていたことが、いかに貴重であったか実感する学生生活となりました、とおっしゃいました。これらのお言葉からは、一つ一つに相手を思いやる心や配慮が感じられますね。また青年記者会見では、微力ながら、天皇皇后両陛下や他の皇族の方々のお力添えができますよう、私にできる限りの努力を尽くしてまいりたいと存じます、とおっしゃっており、凛とした考えをお持ちであることが伺えます。また、愛子内親王殿下のお姿からは、動きのしなやかさに該当する、凛とした美しい姿勢を見て取ることができます。愛子内親王殿下の場合、単に歩き方が優雅というだけではありません。あの素晴らしい姿勢と歩き方は、すべて内面から自然と滲み出るものなのです。このようなことから、愛子内親王殿下の醸し出す気品は、特定の場面だけでなく、日常的な仕草や言動を意識されていることから、生まれているということがわかりますね。今回ご紹介した内容について、海外からも多くの反響が寄せられています。その一部をご紹介しましょう。愛子内親王殿下は非常に魅力的な方ですね。やはり次期天皇は愛子内親王殿下以外に考えられません。秋篠宮殿下や悠仁親王殿下には到底天皇の職務は務まらないでしょう。今上天皇や皇后陛下に育てられた愛子内親王殿下だからこそ次期天皇にふさわしいと思います。愛子内親王殿下からは溢れ出る気品と奥ゆかしい魅力を感じます。次の天皇は愛子内親王殿下しかいません。決して秋篠宮家に皇統を移してはなりません。秋篠宮家に皇統が移れば日本の皇室は終焉を迎えてしまうでしょう。やはり次期天皇は天皇家の長子である愛子内親王殿下がふさわしいです。男系男子にこだわる人たちは秋篠宮殿下や悠仁親王殿下が天皇になることに国民が賛同すると考えているのでしょうか。どう見ても彼らは天皇にふさわしくありません。男系男子にこだわる人々は伝統を守ることだけに執着し、日本の将来については考慮していないように思えます。伝統を守ることは大切ですが、同時に時代とともに変化していくことも重要です。現代においてなお女性だからという理由で君主になれないというのはおかしなことだと思います。このままでは日本の皇室の未来は暗いままでしょう。あれほど天皇にふさわしい品格と人格を兼ね備えた方は他にいません。まさに天皇の地位につくために生まれてこられた方だと思います。また愛子内親王殿下は歴史に名を刻むことでしょう、といった愛子内親王殿下を称える声が多く寄せられた一方で、秋篠宮家に関しては厳しい意見が多く見られました。現在皇位継承問題の解決に向けて政府は議論を進めています。日本と日本国民統合の象徴である天皇は国民から敬愛される方でなければその重責を果たすことはできません。そのため政府は国民の声に耳を傾け、国民の総意を反映した上で次期天皇を決定する必要があります。また時代の変遷とともに皇室の在り方も変化していくべきです。
変化を拒めば、いずれ皇室は消滅の危機に直面するのではないでしょうか。長い歴史を築いてきた日本の皇室を存続させるためにも、政府は慎重に議論を重ね、国民が納得できる結論を導き出してほしいものです。今回はここまでです。この動画が良かった。雅子さまと宮内庁との軋轢とは、2019年4月30日、平成の最終日、新しい時代への期待を胸に、日本各地で様々な記念行事やイベントが開催されました。そして、皇居では202年ぶりとなる、天皇の退位の儀式、退位霊聖殿の儀が執り行われたのです。この退位霊聖殿の儀は、明仁天皇にとって最後の国事行為となりました。こうして30年以上続いた平成の時代に幕が下りたのです。そして2019年5月1日、新たな時代の幕開けを迎えました。成仁天皇が即位され、雅子皇后の誕生となったのです。雅子様は民間の家庭から皇室へ嫁ぎ、不慣れな環境から体調を崩すこともありました。私たちには想像しがたい辛労もあったのではないでしょうか。今回はそんな雅子様についてご紹介いたします。雅子様は旧姓を大和田雅子さんといい、1963年12月9日に外交官の父久志さんと母由美子さんの長女として、東京都港区の虎ノ門病院でお生まれになりました。父である久志さんは国際法学者でもあり、国際司法裁判所所長や国連大使、外務事務次官などを歴任された方です。雅子様の出生後は、港区にある外交省官舎に住まわれていたようです。しかし、雅子様が1歳8ヶ月の時、久志さんが在ソ連日本大使館一等書記官に就任したため、一家でソビエト連邦へ渡り、首都のモスクワで暮らすことになりました。雅子様が2歳になられると、モスクワ市立の保育園に通い始めます。はじめは、ロシア語や集団生活に馴染めずにいたようで、泣き出すこともあったそうですが、すぐに適応し、ロシア語も上達していったそうです。なんと、ロシア語で寝言を言っていたこともあったんだとか。1966年には、スイス連邦のジュネーブへ渡り、1968年には、アメリカ合衆国のニューヨークへと、久志さんの仕事に伴って、世界各地を一家で移り住みました。アメリカ滞在期間中は、現地の幼稚園や小学校に通いながら、日本語を忘れないようにと、ニューヨーク補習授業学校、日本語学校にも通っていたのです。雅子様は、皇太子妃時代から、通訳を介さずに、外国のお客様と楽しそうに会話されており、その様子が話題となっていましたが、幼少期から自然と身についていた語学力だったのですね。1971年3月、一家は日本へ帰国し、雅子様は地元の私立小学校へ編入しました。そして翌年4月には、キリスト教系の私立女子学校、田園調布双葉小学校の3年生に編入したのです。雅子様は動物が好きな少女であり、学校では生物部に所属し、卒業文集には獣医師になりたいと書かれていたんだとか。その後は田園調布双葉中学校、高等学校に進学しました。雅子様はスポーツも万能であり、中学時代には自らソフトボール部を結成し、活躍されていたそうです。1971年、大和田一家は久志さんの仕事の関係で再びアメリカへ渡りました。雅子様はボストン市郊外にあるマサチューセッツ州立ベルモントハイスクールの11年生。日本で言うと高校2年生として転入します。ベルモントハイスクールではソフトボール部と数学クラブに所属し、活発に活動していたそうです。また学業も優秀だったそうで、アメリカ政府が国内の成績優秀者、上位 5% の人物に贈るナショナルオーナーソサイティも受賞したのです。雅子様は語学の勉強にも熱心だったようで、ドイツ語科ではドイツ政府が運営するドイツ総領事賞や外国人にドイツ語教育を推進するゲーテインスティトゥート賞も受賞しました。そして1981年ハイスクールを卒業し、ハーバード大学経済学部に入学されたのです。専攻は国際経済学であり、数理経済学を学びました。また、心身障害児の運動指導や、
フランス語のサークルにも参加しています。さらには日本文化を紹介する日本文化クラブを自ら立ち上げたそうです。この日本文化クラブでは知日派の研究者による講演会や浮世絵や能の紹介、日本映画の上映会、日本食の試食会などを企画し開催しました。また学生評議会の広報担当や教授の助手として日本現代史関係の資料研究にも携わっていたそうです。そして1985年6月ハーバード大学を卒業しました。その際には成績優秀者に贈られるマグナクムラウデ優等賞を受賞したのです。この年の卒業生は1681人おり、優等賞を受賞した学生は55人いました。つまりこの優等賞は上位 3% にしか贈られないという栄誉ある賞なのです。雅子さまの指導教授は、彼女は非常にプロフェッショナル意識が強い女性だから、とても勉強していたと評価しています。翌年、雅子さまはアメリカから帰国し、4月に東京大学法学部政治コースの3学年に外部学士入学されました。後に雅子さまは当時のことを、アメリカに残っていたら根なし草のようになってしまうような気がして、だから余計に日本に帰りたくなったんですと語っていました。しかし東京大学はわずか1年で中退したのです。それは1986年10月、外交官試験に合格し外務省入省が決まったからでした。海外経験が豊富な雅子さまは、国際的な分野で日本のためとなる仕事をしたいという思いを強く持つようになり、超難関と言われている外交官試験に挑みました。この時の合格者は28名であり、女性は3名しかいなかったのです。しかし女性初の幹部候補生、キャリア官僚として世間の注目を集めました。そして1987年外務省に入省し、経済局国際機関第2課に配属されます。翌年からは外務省の研修留学生としてイギリスのオックスフォード大学へ留学し、国際関係論を専攻しました。同年7月にはアメリカヒューストンで開催された第16回先進国首脳会議に通訳として出席されます。12月にはハワイで開催された日米経済問題会議にも出席するなど、留学期間中から国際舞台で活躍していました。1990年6月には研修留学を終了し帰国します。そして7月に北米局北米2課に配属されました。配属2日目には徹夜で業務をこなし、その後も週に3日は帰宅するのが午前を回ってからになるという激務が続く日々だったようです。しかしとてもハードな職場で、スタッフたちが目を血走らせているような中でも雅子さまだけは常に笑顔でした。そして雅子さまは配属先でも海外の要人の歓迎会や会談などで通訳として語学力を活かし活躍されたのです。そんなキャリアウーマンの雅子さまはどのようにしてお妃候補へとなったのでしょうか。雅子さまが外交官としてのキャリアを積み始めた頃、宮内庁では当時皇太子の第一男子である徳仁親王のお妃候補選びが進められていました。このお妃候補選びの責任者は各方面にて候補者となり得る女性を紹介してくれるよう依頼しています。対象者は元皇族や元家族、学習院関係者から趣味関係の人脈まで広がったそうです。徳仁親王自身は家柄や身長などよりも他人の心がわかり、人の悩みや苦しみを教え測ることができ、必要な時ははっきりと自分の意見を言える女性が理想ですね。その他にも自分と価値観や金銭感覚、趣味や関心が合う人と結婚したいと考えておりますと記者会見で語っていました。そして徳仁親王の結婚観を聞いた関係者の一人から、雅子さまを推薦する声が上がったのです。優秀な人材であり、自分の意見をはっきりと持ちながらも人柄に優れている雅子さまは徳仁親王の理想にぴったりの女性でした。そして出会いの場がセッティングされたのです。1989年10月18日、スペイン王女を迎えた東宮御所でのパーティーには100人ほど招待され、その中に小和田家一同の名前もありました。この時はまだ小和田家の人たちはお妃候補としての招待ということは知らされていません。
そのため、宮内庁側の関係者も、お妃選びと関連していることに気づかれないようにと、慎重にことを運んでいたのです。そして、成人親王は、パーティーで雅子さまと会話をし、強い印象と好感を持ったといいます。その後も、成人親王と交流する機会が、何回か設けられました。この作戦は、成人親王の結婚相手を選ぶ上で、一連の出来事を大切にしたいという思いを尊重しようと考えた、周囲の関係者の配慮からなされたものだったのです。こうして雅子さまは、成人親王はもちろん、周囲の人からも、この人ならお妃になれるという太鼓判を押され、最も有力なお妃候補となったのでした。しかし、結婚が実現するまでは、険しい道のりだったのです。実は、成人親王側が、雅子さまとの結婚の思いを強くする一方で、お和田家側は、辞退し続けていました。その原因の一つが、マスコミの過熱取材に辟易したことです。お和田家邸の玄関先には、多くの取材陣が待ち伏せしており、出勤する雅子さまが出てくると、一斉にカメラのフラッシュを浴びせるということが続いたといいます。また、外務省の研修留学の際には、オックスフォード大学まで、日本のマスコミが押しかけ、騒ぎになったのです。そんな中、1989年、昭和天皇が崩御され、成人親王が皇太子となりました。昭和天皇も、成人親王の結婚問題について気にかけていましたが、事態は進展しないままだったのです。そして、雅子さま以外の候補者も、次々と辞退していき、お妃選びは行き詰まっていました。そんな中、事態を動かしたのは、成人親王の雅子さまを思う強い気持ちだったのです。成人親王は、当時の宮内庁長官に、やはり雅子さんでなければいけませんと、何度も伝えられています。そして、1992年4月、関係者で会議を開き、再び雅子さまを候補者として進めることにしたのです。当時の雅子さまは、何度も断り続けていて、やっと終わったと思っていたのに、また、私がお妃候補として浮上したのは、なぜ?と戸惑ったそうです。それでも、関係者の熱心な働きに応え、一度再会する約束をしました。そこで宮内庁は、再会の場面を、細密にセッティングしたのです。マスコミに対しては、皇太子妃報道を自粛するよう、報道協定を申し入れました。こうして再会のための計画が進められていったのです。そして迎えた10月3日、お二人は再会しました。二人きりのデートが実現し、成人親王は、雅子さまにプロポーズされたのです。成人親王は、外交官として仕事するのも、皇族として仕事するのも、国を思う気持ちに、変わりはないのではないでしょうかと、雅子さまを説得されたといいます。そのお言葉を聞き、雅子さまは、即答はしなかったものの、気持ちは大きく動いたそうです。そして、雅子さまの中でも、結婚願望が徐々に芽生えてきたのですが、皇室へ嫁ぎ、将来は皇后となるということへの決意は、簡単にはできなかったのです。とても悩んでいた雅子さまの背中を押したのは、雅子さんのことは、僕が一生全力でお守りしますという、成人親王のお言葉だったそうです。そして、12月9日、雅子さまの29歳の誕生日に、成人親王は、午前0時になると、同時に電話し、誰よりも早く誕生日を祝福しました。そんな成人親王の真面目で誠実な人柄や、お言葉に雅子さまは惹かれていったのです。12月12日、雅子さまは、プロポーズを受けて、ついに返事をしました。そして、1993年1月19日、皇室会議にて、雅子さまが、皇太子成人親王妃に内定し、同年2月に、外務省を退職しました。3月からは、皇族になるために、必要な知識を講義する、御進講が行われるためです。講義は、宮中祭祀や、皇族制度、皇室典範、憲法、日本史、和歌、書道など、50時間にも及びます。雅子さまは、真剣に学び、数十冊のノートを取って、熱心に勉強されていたようです。そして、4月12日、一般の結納にあたる、納采の儀が行われました。使者が、お和田邸を訪れ、絹地御巻や、清酒一家、新第一のりの納采の品が届けられたのです。儀式が終わると、雅子さまとご両親は、皇居を訪問し、当時の天皇と皇后、皇太子に挨拶します。
雅子様はこの日、成人親王が雅子様に送った真珠の指輪を左手にはめていました。さらに、結婚に向けた儀式は続きます。4月20日は、結婚の儀の日取りが6月9日に決まったことを、お和田家に伝える国旗の儀が行われました。そんな中、雅子様は並行して、衣装や儀式の打ち合わせ、リハーサル、新居の準備と、忙しい日々が続きます。そして、結婚の儀前日の6月8日には、結婚を前に、婚約者同士が和歌を送り合う、同所の儀が行われたのです。同日、雅子様は、家族とお手伝いの女性に対し、感謝の気持ちを込めて、アクセサリーなどの贈り物をなさったそうです。父久志さんへの贈り物に添えたカードには、長いことありがとうございました。胸がいっぱいで書けません。ごめんなさいと書かれていたといいます。そして、6月9日、結婚の儀、当日を迎えました。この日は、皇太子成人親王の結婚の儀が行われる日を、休日とする法律により、この年限りの休日になったのです。結婚の儀や、結婚後初めての天皇皇后に会う、朝見の儀、一般では、披露宴にあたる、宮中共演の儀は、国事行為として執り行われました。朝見の儀の終了後には、パレードが行われ、国民に、雅子皇太子妃がお披露目されたのです。この日は、雨が降っていましたが、夫妻を祝福するかのように、パレード開始直後に闇、日が差し青空が広がっていました。そして、夫妻が乗ったオープンカーは、周囲を白バイやパトカーが護衛しながら走っており、皇居正門から赤坂御用地までの 4.25km の道のりを30分かけて進んだのです。そして、約20万人の人が沿道を埋め尽くし、皇太子夫妻を祝福しました。雅子皇太子妃の頭には、ダイヤモンドを散りばめたティアラが輝いています。このティアラは、香淳皇太后、美智子皇太后から受け継がれたものだったのです。しかし、ティアラ以上に輝いていたのは、雅子皇太子妃の晴れやかな笑顔です。雅子様は、沿道の人々に手を振り、笑顔で応えられており、堂々としたお姿でした。成人親王の一途な思いが実り、幸せな結婚生活が始まります。1994年11月にはサウジアラビアなど中東4国、翌年1月にはアラブ首長国連邦など3国へ成人親王とご一緒に公式訪問しました。しかし、雅子様にとって皇太子妃としての暮らしは順風満帆ではなかったのです。1999年12月、朝日新聞が雅子皇太子妃解任の兆候と報道しました。この先走った過熱報道が、雅子様に辛労を与えてしまい、流産してしまうという、悲しい結果になったのです。そして、2001年5月、解任が正式に発表され、12月1日に、第一皇女子、愛子内親王が誕生しました。この時の雅子様は、祝福の声とともに、次は皇男子を、という、およすぎ問題にプレッシャーを感じていたといいます。雅子様は2003年12月、帯状疱疹を発症したため、公務を休み、療養しました。また、翌年6月には、適応障害の診断を受けています。このような雅子様の状況について、成人親王は、雅子のキャリアや、そのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも、事実です、と発言されておりました。海外で育ち、外交官として国際的に活躍していた雅子様と、伝統と慣習に厳格な宮内庁との間で亀裂が生じていたようです。そして2006年、愛子様もご一緒に一家で海外旅行や海外での静養をしました。この静養をきっかけに徐々に体調も回復していき、少しずつ公務に復帰されていったのです。2017年には、皇室会議、及び当時の安倍内閣で、昭仁天皇の生前退位が決定しました。そして、成人親王が、2019年5月1日に、皇位を継承することが確定したのです。その頃の雅子様は、体調もほぼ回復しておりましたが、一部には重責を担えるのかといった、不安視する声も上がっていました。しかし、その心配は、杞憂に終わったのです。11月10日の爽やかな秋の日、即位パレードが行われました。オープンカーに乗車した雅子様は、とても穏やかな笑顔を見せていたのです。沿道からの歓声に応えられていた雅子様の姿には、
皇后としての風格がありました。そして、雅子さまは時折、感極まって溢れる涙を拭う場面を見せていたのです。皇室に嫁いでからの日々を、回想されていたのではないでしょうか。民間家庭から、皇室に嫁いでこられ、大変な思いを多くされてきた雅子さまですが、誰よりも国民に寄り添っています。そんな雅子さまが、笑顔で暮らせるよう、祈るばかりです。今回ご紹介したことについて、海外から多くの反応が寄せられているので、その一部をご紹介します。雅子さまの経歴は、素晴らしいものです。誰も真似できません。私たちはいつでも雅子さまを応援しています。今の天皇皇后両陛下以上の方はいないと思う。だから遠慮なく失ってしまった時間を陛下や愛子さまと取り戻してください。皇后になる星の下に生まれた方ですね。適応障害になられたりと大変だったと思いますが、回復しお姿を見られること嬉しく思います。雅子さまは最高な人だね。令和が平和で少しでも長く続くように願うよ。様々な苦難を乗り越えた雅子さまはとても強い女性だ。そんな天皇ご一家を拝見すると嬉しくなるといった声が寄せられていました。令和になってからというもの、大きな自然災害やコロナ禍などが多く発生しています。いつどんな時でも国民に寄り添い、国民の幸せを願っている雅子さまでいていただきたいですね。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。